4月21日日曜日にオフ会を開催します。ということで場所は高尾さん、私たち行きつけの、私たちって言わないでよ。高尾さんもかなり行ってるじゃないですか。ちょっとね、年始かなり行ってました週3か4の時あった行きすぎ行きすぎ皆さん池袋の豊田屋3号店です。2号店と1号店もあるので3号店3号店ね、はい、ということで、はい、オフ会ということでスタテに、まあ、チームメンバーの皆さんも初めて、はい、初の飲み会を開催すると。我々だってもう4年もやってますよ、それで初めてそうです。なかなかやる機会がね、まあ、テニスを一緒にしましょうっていうイベントを開いても、うん、一緒に飲みましょうっていう企画は、うん、まあ、なかなか立ち上げてこなかったんですけど、今回まあ20万人も、はい、チームメンバーの皆さんのおかげで達成したと、はい、いうことで、スタティニのもはや聖地となった豊田屋さん、お昼、営業時間をだいぶ前倒していただきました昼飲みということで、はい、午前11時半から、うん、14時頃までという形で、はい、参戦していいの？そうなんです。嬉しい。そうなんです。いやさ、愛さん in 豊田屋です。待っててね、待ってるからねすごいということなので、先着25名様と、なるほど、という形 でチームメンバーの方限定ですということで、はい、うん、最初にチームメンバーの、既存会員の方に、お声掛けさせていただいて、スタテニーの、チャンネル登録者の方が YouTube の方に告知出していくような、はい、イメージを、しておりますということで、はい、イメージとしては、5人いるので、はい、卓を5列に分けて、はい、1択ずつですね、我々ローテ、時間でローテーションしてるような形と、まあ、なんかクイズとかですね、なんかちょっとお話ししたいなと思います。お一人で来られる方もね、そうですね、はい、いらっしゃいますからね。あるので、はい、チームメンバーの、方同士でという形で、今回、お酒を、伴うイベントでございますので、はい、店内の方はちょっと NG とさせていただくと、はい、お店にも入れないんですね。そうですね、お店にもちょっと入れないお店でございますので、はい、あのラケットはいらないですか？ラケットはなんかちょっと質問言われてグリップがとかなんかラケットは、持ってきていただきたいレッスン始まっちゃうんですよ、はい、うわすごい、はい、ということなので、まあ、我々もとしても多分プロたちも、まあ、なんかこうここまであんま密な形の、そうですね、本当にそれとコートでねレッスンを、はいはい、以前やってたことあるんですけども、はい、そうやってね飲みながら昼から、うん、いいんですか飲んで、はい、一個確認したいんですけど、うん、私めちゃめちゃ飲みますけど、うん、飲み放題、あ、飲み放題です飲み放題です、飲み放題ね、回れなくなっちゃうじゃんテーブル大丈夫大丈夫みんなに回ってもらえばいいじゃんそうかそうか特殊な訓練を受けてそういうことで、誰が片付けとかするのかな最終的にはお皿を洗って帰るんでしょうそうそう、まあ、豊田さん、店長の成田さんも、はい、相当気合い入っているとなるほどいうことですので、ぜひ皆さんお世話になります、はい、先着順で、ございますので、はい、ぜひ、概要欄の方の URL からお申し込みの方お願いしますということで、はい、じゃあ4月21日池袋でお待ちしております、はい、お待ちしております、飲みましょう。